皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール、ギター講師の滝沢でございます。今回は、ボサノバギターにチャレンジということで、イパネマの娘の弾き方を説明させていただいております。そして、この動画は4本目です。4本あるうちの最後の4本目の動画でございます。今まで練習してきた A セクションと B セクションを合わせるやり方をご説明させていただきますので、ぜひ興味がありましたら、そのままチェックしてみてくださいませ。で、どんな感じで弾いていくかというと、まず、普通に2本目の動画だった A セクション、3本目の動画だったら B セクション。これはまず普通に順番に弾きます。で、それが終わったら、A、B が終わったら、もう一回 A セクション、どっこいしょって持ってくるんですけれども、お尻の部分、後の方ですね、を少し変えます。どんな感じで変えるかというと、ちょっとやってみますね。B セクションが終わったとします。で、また、とわてなにゃんがらびたかほいぱねまおすぼき。ここのところ、スマイルの部分を C7⅙9に変えます。さっき B セクションに出てきたコードなんですけれども、コードネームもメモった方が良かったですね。どんなコードか全然わからなかった気がします。こんな感じのコードが出てきます。トーバテンヤンアラブイタカコイパネマオスワキエアルシェシメディナシライスマイルのところ。シーラスシジュスタズンシーで、また F メジャーセブンスに行って、G フラットセブンフラットファイブを繰り返す。スマイルシーラスシジュスタズンシーF メジャーセブンス。で、また G フラットセブンのフラットファイブが出てきて、2×2×3×1×これですね。で、これとこれをしばらく繰り返します。順番やってみますと、スマイル、マシラズンシー、マシラズンシー。まで、これとこれを繰り返す。そして最後に、こんな感じでエンディングを迎えるわけなんですが、このコードは、まあ、その演奏者の人によって全然違うんですけども、まあ、僕の今回のアレンジでは、こんな4つのコードを挟んで、エンディングを迎えるという感じにしてみました。1個目は F メジャーセブンス。もう書かなくていいかな、これ。で、その次、D。4、5、4、D。で、これが D7 のフラット9。で、その次、3×3×3×3×Gマイナー。で、その次は、3×2×3×2の C7 フラット9。で、最後に F メジャーセブンスで締めるという感じです。いっぺんに弾いていきましょう。そして最後にこれで締めるという感じです。ちょっと最後の A セクションをやってみます。頭から B セクションが終わったとして。どうでしょうか。うまくできましたでしょうか。何度も言いますけれども、結構同じコード使いが多いので、一回コツをつかむとというか、フォームを覚えられると、割と希望が見えてくるかなと思います。あとはちょっと練習次第で、ガッツで GO! という感じです。あとは、ガッツで GO! 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 はい。余談。さっき B セクションのときに赤ペンで、ここによかったら書いておいてくださいって言ってたんですけれども、よかったらその音も一緒に押さえて混ぜてみてください。
B セクションのところ、歌っているとすごく音が取りづらいので、その赤い音を弾いておくと結構歌いやすくなります。ちょっとやってみるとすると、A セクションの後ろ。で、親指を使って、そうするとこの「あー」がメロディーの音になるので歌いやすくなります。最初だけ1、2、3弦を弾いて、あと同じように。その後の赤い文字もそう。はでさっき人差し指制覇はダメだよなんて言っちゃったんですけども、まあ、この時にちょっとせざるを得ないですね、これは。交えていくと結構歌いやすくなるかなと思います。もし余裕がありましたら、こんなのもやってみてくださいませ。そして、さらに余裕がある方はですね、もう気づいているかと思うんですけれども、ベースを変えたりとかすると面白いです。その6弦ルートの場合は、ここの音。で、5弦ルートの場合は、ルートから上、1弦が上。そうすると、バーバレーちょっとこう、ベースラインが変わることによって表情が変わって面白くなるかなと思います。まあ、これは余裕があったらで大丈夫です。で、僕も結構その右手のパターンが細かいことをやったりとかしているので、もし余裕が出てきて、もっといろんなパターンやってみたいなという方は、1本目のその僕の演奏を見て、いろいろ盗んでいただければなという感じです。とりあえず基本的なコード進行と基本的な指使いに関しては全部もうやりましたので、習得次第では普通に全然できるはずです。もし余裕がありましたら、いろいろと盗めるところは盗んでやってくださいということです。Yes! Yes! イパネマ、ガールフロムイパネマ。イパネマ、オーリャク、コイジザマイジ、リンダマイシェラジ、グラサーみたいな。はい、ですよ。はい。うん。興味がある方は、アストラット・ジルベルトとか、聴いてみるとすごく楽しいかなと思います。基本的にボサノバの曲はもう大体8割方アントニオス・カルロス・ジョビンさんの作曲なので、まあ、ジョビンベストみたいなのも借りてみても面白いかなという感じです。興味がありましたら、そちらもチェックしてみてください。イパネマの娘以外にも、おいしい水だったりとか、デサフィーナドとか、トリステだとか、まあ、僕の好きな曲もたくさんありますので、ウェーブとかもいいですね。たくさんありますので、ぜひ。チェックしてみてください。それでは、すごい難しい内容でしたけれども、頑張って練習して習得をしてみてください。また次回、さよなら。